ビビアン・バンスはアメリカ合衆国の女優である。1909年カンザス州チェリーベールに生まれる。ビビアン自身6人いた兄弟の中の2番目だった。高校時代に演劇クラスを受けたことから演劇に対する興味を抱くようになり、しばらくしてから名字を実際のジョーンズからバンスへ変えニューメキシコ州に渡って女優活動を開始した。同州では アルバカ・アーキを拠点とする劇団、アルバカ・ーキリトル・シアターへ所属し、舞台でキャリアをスタート、様々な演目で経験を積んだ後に、ニューヨークへ渡り、エヴァル・ギャリアンに指示した。1932年あたりから、ブロードウェイ舞台へ、コーラスメンバーとして出演するようになり、1939年に、急遽大役で出演した、ミュージカル舞台、フーレイ・ホーホアットで、 本格的なブロードウェイデビューを果たした。1950年に狙われた結婚で映画デビュー。1951年からレギュラーキャストとして出演したテレビドラマシリーズ I Love Lucy で一躍スターダムにのし上がった。同作品では主演のルシュル・ボール演じるルーシーの親友エセル・マーツをコミカルに演じ幅広い層から支持を得ている。エセル・マーツ役は 当たり役となり、その後制作された、シットコムシリーズ、ザ・ルーシー賞で名優のルシル・ボール演じる主役の、ルーシーの友人ビビアンを講演し、その人気を不動のものにした。1968年から放送された、ヒアイズ・ルーシーでも、レギュラーキャストとして出演しており、バンスが演じたキャラクター名は解明する前のビビアン・ジョーンズとなっている。1954年に、 アイラブルーシーでの演技が評価され、プライムタイムウェビー賞のテレビシリーズ部門における助演女優賞を受賞した。一連のルーシーシリーズが終了した後は、古巣であるブロードウェイへ戻り、舞台演劇で活躍したほか、テレビドラマのゲスト出演などいくつかの作品へ出演して印象を残している。1979年8月17日、骨腫瘍が原因により、 カリフォルニア州ベルベリアにあった自宅で死去。1991年にそれまでの功績が称えられ、ハリウッドウォークオブフェームにその名が刻まれている。ルーシー・デジ・コメディアワーの一シーンより、ありがとうございます。